皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。3月の10日ぐらいかな、先週まで東京に帰っててみんなで遊んでました。でこっちに帰ってきて数日畑をして、今日は日曜日なので家族で出かけたいと思います。今日は糸島に行きます。イエーイ。糸島何回目ですか？だろうね、10回は行ってる。10回は行ってます。なんか誰か友達が来たら連れてるみたいな。でもいつも糸島はなんか行く場所がもうパターン化しちゃってるから、今日は新しいところ、新しいところだと行ったことないところ。行ったところ、まずどこに行きますか？あともちろん12時です。かき小屋に行きます。かき小屋に行きます。この時期だけの。この時期だけの。かき小屋です。かき小屋です。はい、僕はかきが食べれません。奥さんが大好きなんです。かき小屋行ったことないの？大ちゃんあるよ。あるでしょ。かき小屋っていうか、かきを普通に食べに行ったことある。テントみたいな中で焼くの、炭火焼きみたいな感じで、網焼きだね。糸島はどんなところですか？糸島はどんなところ？海が綺麗で、結構サーフィンの人とかもいるし、あとご飯も美味しい、なんか野菜とかも有名。湘南だね。湘南、九州の湘南みたいなところですかね。でも海とか全然湘南より綺麗でしょ。うん、めっちゃ綺麗。透き通ってるし、普通に夏を泳いだら魚とかスキューバとかで、スキューバって感じ、シュノーケルとかできるから。今住んでるところから木山がどれぐらい？40分ぐらいじゃない？40分ぐらい、うん、上乗っちゃえばね、40、50分。くそ、ごめんなさい。してない、タイちゃんでしょ。ないくさ。え、タイちゃんでしょ。私はしてない。結構さ、そういう時ね、車乗ってさ、うん、さって出てきある。ちょっとなんか子供たち、それか寝てるけど。初めてデートした時とかのそういう場面だったらちょっと気まずくなる。最近はもう畑の作業を YouTube で載せたいんですけど、ちょっとどうやって撮っていいのか分からない。こう両手使ってるから一人でやってるし、カメラマンがいないから、うん、どうやって撮っていいか分かんない。固定で撮ればいいんじゃない？固定撮ったらさ、なんか面白くないじゃん、うん、遠くなるしね、動くからね、広いからね。ちょっとむずいですね。ということで、今日は糸島に行きたいと思います。食事と、なんか俺なんか雑貨みたいな感じみたいな、観葉植物とか。なんかポツポツあるよね、そういう店。スタッフさんとかおしゃれなカフェもあるし、なので今日は行ってみたいと思います。じゃあ行きましょう。レッツゴですか？初めてのかき小屋は美味しいです。全然違います。ちょっとびっくりします。セットのウインナーね。セットいくら？セットは1800円。かき小屋セットはあっちです。かき飯セットは1800円。梅のかき飯、かき焼き飯、
入れただけでしょ。食べていいよ。全部。全部。牡蠣小屋どうでしたか。めっちゃうまかったです。母ちゃん牡蠣どうでした。どうでしたか。降りる。降りるみたいです。結局何キロ食べた。4キロ。4キロ食べたね。2人で2キロです。助けてあげてパパを。落ちないでって。桜が咲いてます。何が見える？汚い？あっちの方が綺麗だ。静岡でこういうとこ泳いだじゃん。うん、泳いだ。今考えたら怖くね。怖い。何がいるか分かんないから。危ない危ない。あ、じゃあ手繋いとかないと。手繋いで。落ちたら大変よ。落ちたら大変。ピョンとかジャンプしそうだな。大丈夫だよ。あきはこっちが転ばないから大丈夫。大丈夫本当？怒ってもパパとママ拾いに行けないよ、冷たいから。よし行こう。怖い。帰ろう。怖い。なんかいるか。綺麗だね海。したけど、どうでした？今日は1日早いですね、時間が過ぎたね。あっという間にもう4時。まだ3時だよ。でまだ来てから3時間ちょっとしか経ってない、うんね、12時ぐらいに着いたもんね。牡蠣小屋行って、牡蠣うまかった。ビーチで遊んで楽しかったね。糸島も農業が盛んになってきたのかな。だって昔から結構糸島はね、海も山もあるから、なんか野菜とかも糸島野菜。でもこういうおしゃれ系なのは最近かな。これからどこ行きますか。一通り今回の糸島の旅は終わりですね。大満足でした。牡蠣うまかった。びっくりした。なんかさっきの牡蠣小屋はあれなんだよね、持ち込みが自由で、うん、焼いたりするもの以外は何でも持ち込んでいいって書いてある。ご飯もいいし、飲み物もいいし、調味料とかね、薬味が絶対必要。4月までやってるかな、聞けばよかったね。やってそう。ちょっと4月の頭に弟とかが来るんで連れてってあげたいなと思って。翔太牡蠣食えんのかな。そのちゃんも書き込めるのか。ね、好きそうだけどね。イメージは。そんな感じなんですよ今日は。久しぶりに書き食ったらうまかったな。最初の方でも言ったんですけど、農業やってるところを撮りたいんだけど、なかなか一人じゃ撮れないんで、ちょっとそれが惜しいんだよな。結構育ってるもんね。インスタの方では、インスタのベジタブルクラブっていう方のアカウントで、農業の記録は随時写真撮って更新してるんですけど、 YouTube にはなかなか動画にすることができない。昨日はね、ジャガイモ植えたんだよね。昨日はジャガイモ植えました。あと、ね、ケールと、あとサンチュと、ね、あとベビーリーフじゃないんだっけ、サニーレタス。サニーレタス、もうそれ絶対使うから。もう今回は苗じゃなくて種から育ててるんで、育病って言って、こう箱に入れて
れるのかな。まず苗を作ってる状況ですね、うん、楽しみだね、いろいろまたできるのが。行きたい。飲食店とかもやりたいんだけどな。行きたい。なんかサラダバーとか作りたいなと思って。今回ちょっとケールを作ろうと思ったんですけど、ケールはもうめっちゃスーパーフードだから絶対育てたいなと思って。ケール2種類あって、サラダとかで使えるケールだから食べやすいし、でこの間初めて食べたんだけどめっちゃうまかったから、あんまり野菜が そんな俺も好きじゃないから、もともと毎日食べてた。毎日食べてた、ほんと超すごい。でも栄養価高いんですよ。栄養価高いらしい。青汁が30だとしたら90ぐらいらしい。うまく育つといいけど、まああとはちょっと売り先もしっかり見つけて、まあ飲食店だろうな。まあ今日はそんな感じですね。いつも通り、あの始まりも終わりもない感じでした。ゆるい。ご視聴いただきありがとうございました。豊島に行ってみようでした。さよなら。